今日の動画はですね、ぜひね、ご視聴している皆さんにね、ちょっとこう知っていただきたい人というかね、ご家族がいてですね、その人のことについてね、ちょっと話すとともに、その人がね、交配して、立派な苗をねこう作ってるんですけどね、その苗の紹介とかをこうしていきたいと思いますけどね、今はね、インスタしかされてないんかな、つねさんちってね、まあ、それがあのメインのアカウントになるんやけど、人見知りのおっさん多肉を育てて3年目突入ってこうなんか書いてますけどね、あそれはまあここにね、どういう方かっていうのはお出ししますけどね、まあ、それがあの一つこうメインのこうアカウントがあって、それとは別にですね、プロフィール欄の説明のところにありますけどね、交配苗ということで、常さんハイブリッドか、っていう感じで2つね、アカウントは持ってるんですけどね、その方はね、大体はね、リエールのね、リエールさんのね、あれは何かな、あれ9周年のイベントだったですかね、その時に初めてお会いして、その後ね、ちょこ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 リエールさんのフェスだったり、コキリノさんでも確かね、会ったことあるんですけどね、まあその時に、からずっとねこういろいろお話しするようになってね、仲良くさせてもらってるんですけどね、この間のあの北九州のフェスにね、来ていただいて、で、常さんと奥さんとねこう息子さんもいるんやけどね、この息子さんがねちょっと大学をこう言いたいんやけどね、超一流大学で、男前でね、ジャニーズみたいでね。で、空手はできるわ、ゴルフはできるでね、ぜひね、自分の、娘の婿にって思うぐらいのやつなんですけどね、で、若い人っていうのはね、俺みたいなおっさんとなかなかよく喋らんないけど、あんまり臆しもせずね、なんかよく喋るね、本当にね、いい息子さんやなと、親がいいから、息子もいいんやろうなと思いますけどね、そういう方が、そういうご家族がね、まあ、常さんが主にやってるんでしょうけど、その苗をね、8つ持ってきていただいたんですよ、でありがたくね、いただいて、プランターとブツブツ交換はしてみたんですけどね、はい、その苗をね紹介したいと思います。立派なね本当苗をね作られてます。で今から紹介しますけどね、本当ね3年目突入とかいうのに最初からうまかったですね、育てるのがね、だからまあインスタ見ててもすごいなって思ってこう見てたんやけどね、いろいろね後輩も始めたんでね、紹介しますけどね、これがね最も気に入ってるかな味はね、常さん、数字の2でしょね、2に NE に3、常さんということでしょう、これ普段ね、これがコロラータと、シムランスラグナサンチェスやけど、見てください、この丸い葉にね、こういいロゼットの形、肉厚でねすごくいい感じ、はい、これがまず一つね、これ最も好きかな持ってきていただいたやつの中でね、こういうのがあります。それと次がですね、トリマネンシスとねサラヒメボタンね、なんかいいとこ取りって感じですね、この葉の多さはこうサラヒメボタンだろうしね、トリマネンシス、どっちかというとサラヒメが強いんかな、で自分がトリマネンシスはうまくないんでね苦手ですよねとかいうよくご存知でね、言われたんですけどね、しっかり育てたいと思います。立派ですこれね、トリマネンシスと、サラヒメボタンの後輩ね、これがこう2つ目、それと、こちらがね、クスビダータサンロベルトと、それに、あれですね、ラウレンシスとエンシノの交配したやつをかけたやつですね。はい。これがエンシノ。あ、そうか、こういう感じのやつでね。ちょっとさっきの内容よりは小ぶりですけどね。どういう感じ？クスビザータとか特に自分が好きやからね。ラウレンシスとかは、とか、エンシノも増えるのかな？ちょっと小株がね、こう、増えるようなタイプなんで、あれなんですけど、こういうやつ。少しクスビダータが強く出るといいなとか思ってるんやけどね、はい、こういうやつ立派な苗を作ってます。まだ3年目突入ですからね、
で、リエールさんの苗とかね、他の、生産者の苗もすごく綺麗に育ってるんで、本当ちょっとね、さっきも冒頭に言いましたけど、常さんのアカウントと、常さんハイブリッド、そちらの2つをね、ぜひ見ていただいて、フォローをねしていただけるとありがたいなと思うんですけどね、その価値がねすごくあると思います。はい、これが、コロラータとねヒアリナアウアルルコ、パルクさんのね後輩で、自分も気に入って買ったのはヒアリナとアウアルルコやね、それにこう通じるものがあるというかね、そんな感じ。これ多分ね相当いい苗になると思います。これね、こういいでしょ、こうちょっとこう外葉っていうかね、こういったこうちょっと赤く染まって、まあこれからさらにね、良くなるだろうと思います。はい、これね、これで4つ目で5つ目、これもまたなんか特に自分好みかなと思います。まあコロラータ入ってたら全部そうなんかなって感じなんですけど、これが、ラパスと、シムランスなんかな、なんかちょっとあれですけど、バンプっていうかな、すいません勉強不足でね、あれやけど、それに、コロラータの後輩、いいですねこの葉のね、あちょっと札を差し直しましょう、このね葉のね、厚いポッテリした、これがちょっといい感じですね。はい、まあ、こっちの方がね特に好きやけどね、これも多分ね、かなり良くなってくると思います。これね、こちら、それと、残り3つはね、これ鹿沼で全部やったんかな、ちょっともう少し詳しく聞けばね良かったんですけど、ラウレンシスエンシノと、カマノイかけるパープルエボニー、すごいね、そういうやつですね。はい、それ札が刺さらんけ、よく根が張ってるみたいです。シャープな感じでね、これ好きやな、こういうロゼットの形は好きですね。はい、こちらしっかりちゃんと育てられててね、うまいですね本当ね。自分とかも7年ぐらいやるので後輩一つしませんのでね、はい、本当は見習わんと悪いんですけどね、はい、そういう感じで、これがシムランス、ラグナサンチェスに、あ、ヒアリナのアウアルルコ、あ、そうやな、さっきもあったけど、これとやっぱ一緒でね、そうやな、シムランスのこう、葉の系が出てて、この色合いのこの感じっていうのが、そういう感じでこう、うまいとこ、いいとこ取りって感じで出てるんですかね。はい、こういうやつがあります。それと、最後がこれですね、ラウレンシス、エンシノに、カマノイプエブラ、はい、こういうやつ、エッジが赤くていいですねこれね、でどれもねこうやって札を抜くとね、札がこれ入んないんですよ、ものすごくきっちりね育てられてますね。はい、こういうやつ、このね、8個の苗をね、わざわざね持ってきていただきました。お手伝いさんとかにもねちょっと見てもらったんだけど、うわすごいなってね、皆さんちょっと言われてたんでね、はい、本当ね、お手伝いに来られるような形のはそれなりにこう目が超えてますでね、そういう人たちがわーって言ってたからですね、なかなかこの動画をご覧の皆さんも同じようなね、思いされるんじゃないかなと思いますけどね、こういうね、まだ3年目でありながら立派なね、苗を作られてる方がいるんで、その方をね、自分仲良くさせてもらってるんで、今日はね紹介させてもらいました。まあ常さんもね、自分と一緒で本業があるんで、その合間合間でね、されてるみたいやからね、後々どうなるかっていうのはわからないんですけど、何かの機会にねまた何か販売する、まあ、そういったことがあるかもしれませんのでね、これを機会にちょっと、インスタとかにねフォローとかしていただいて、本当綺麗に育ててます。はい、だから見るとね、何かのねこう参考とかなると思うんでですね、ぜひね、ご覧になっていただければ、いいんじゃないかなというふうにこう感じてね、苗をもらったからすごく宣伝してるわけじゃないですよ、本当にそう思ってるんでですね、ちょっとこう言ってますんでね、はい、もし何か販売するとかなったらね、まあ何なりかまたこう協力でもね、できるといいかなというふうにね、少し考えてますけど、はい、今日はねそういうことで、常さんと、まあ、そのご家族ね、奥さんと、息子さん、3人でね、本当
感じもね、すごくこういいご家族なんでね、ちょっと紹介させていただきました。はい、またね、何かの機会があれば、紹介してみたりとかね、まあ、販売、まあ、そういったこともあるかもしれませんので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、今日の動画はね、終了します。チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。